はい皆さんこんにちは青山茂春ですえー、ちょっと今日はちょっと値言いますとねまずこのネクタイ映りますこれ分かりますかこれあのここと比べていただくと分かるんですこれブルーリボンなんですねでこれ実は、えー、ブルーリボンの会のメンバーの方から えー、いただいたあネクタイです。僕の拙い講演をお聞きになってその後送ってくださって、これ西陣織なんですね。で、ブルーリボンをこういうふうにこう折り込んでいるわけですね。これはあの一般にも売ってらっしゃるそうです。えー、京都西陣の綿文っという会社の製品なんですね。あのこれも通じて、えー、拉致被害者を取り返す運動の一助になればというお手紙いただいてますんで、もしご関心の人はあのー。 ネットなどで探してみてください。これ、あの押せじるじゃなくてすっごい。あの締め心地がいいです。はい、あともう一つは何でもないんですけど、今日あの右は気から背中にかけて。あの、えー、痛みをこらえながらになるんで、今日はずっといろんな収録が相次いでるんですが。結構何くちばしんのかわからない。あの状態なんでちょっとそこはあの許していただいて。 あの実は普段僕普通の地上波のテレビ番組であれそれから例えば「チャンネルさくら」のような CS 放送であれそれから僕自身の青山重治 .tv というインターネットテレビでもこの民主党政権に限った批判っていうのは実はほとんどしないです。あのそうじゃなくて敗戦後のの日本の65年間全体を 見て自民も民主も同じ既得権益の紙の裏表のようなものだとだから民主党のせいにして何かよく,はよくなるわけじゃないじゃあ自民党は保守政党と言いながらあの長い政権の間憲法を実際に変えようとしたことは一度もなかった安倍政権の時に国民投票を作ったそれは高く評価しますけれども その後3年間間のの凍結期間、うん、その大半は自民党政権だったわけですけれども国民投票法を生かして、えー、憲法を正しい私たちの憲法にしようとする動きを自民党も全くといいほどしなかったからで、えー、ちょっとやっぱり今日ね滑舌悪いんですけど普段よりも普段も悪いですけど普段んよりも悪いんですけどそれを考えると民主党政権だけのせいにできないましてや菅さん 戦国さんだけのせいにできないっていうのが僕の考え方なんで普段はそは民主党政権に限った批判っていうのはしないんですけど今講演会で例えばお会いするっていうかその対話する地方の方々もそしてこの首都東京の方々も話す機会がある人はもう大半の方がこんな政権で大丈夫なのかということをおっしゃいます。 えー、ですから超人大陸の問題提起は正しいと思うので、えー、今日は普段テレビで言わないそのことを話したいと思うんですね。で、あのー、民主党政権というくくり方もできるけれども一番はっきりしているのはここ2代続けて、えー、私たちの日本国は歴代総理の中でも最低最悪の一番下劣な総理大臣を2人持ったということは事実です。 鳩山さんと現在の菅さんですね。で、まあ、あの、僕は元政治記者ですから、日本政治史の勉強は当然、えー、します。あのー。共同通信大阪支社経済部から政治部に上がる、時に。まあ、過去の、政治史の本をたくさん読みました。で、そういう、会ったことない総理と比べてもそうだし。それから、自分が実際に取材した人。 から言えば、僕は中曽根政権の時の総理番ですから中曽根さんその後の竹下さん宇野さん、えー、海部さんというふうにそこからあのいわば実物の総理大臣を見てきてあの、まあ、3か月で辞めた宇野さんそれから2か月で小沢さんに引きずり下ろされた畑勉さんこのような方々も見ました。見ましたけれどど、も、鳩山幸総総理理と菅直人総理ほどう 国際社会の中で恥ずかしい総理はいなかったです。で、それがそのどうしてなのかということを考えるというのはとても大事なことで、いわば僕らはそのやっぱ最高の教材を今手にしているのと同じだと思ってます。あの一人の人生、あの人間の人生もその一国の長い歴史もやっぱりとてもよく似てて、あの本当にあの今までのことを根こそぎ変え根っこから変えようと思ったら。 根こそぎというよりは一番深い根っこの部分をむしろ変えようと思ったならば、どん底にたどり着かないとできませんね。それはもうこれ、ね皆さんあのそれぞれの仕事でみんな経験されることで、野球選手やゴルフのプレイヤーでもどん底のスランプがあって、初めて本当に立ち直れるってこともありますよね。だからこのどん底の二人の総理がなぜ生まれたのか、私たちの民主主義は本物の民主主義なのに、 なぜこの2人が総理になってしまったのか考えるのはとても重要だと思うんですね。で話はそれるようでそれないんですけれども今ウィキリークスというサイトであのアメリカの今現在はアメリカの外交上の香典ですねエンバシーケーブルっていいますけど要するにあのアメリカの各国の大使館からアメリカの国務省本省に送ったり国務省本省から各国大使館に指示を出したりする。 まあ、元はあのケーブルっていうのは電報ですけど、今はもちろん電報じゃないんですよ。あの、でもその中にね、例えば各国の指導者への評価が入ってるでしょ。で、これを一般の報道では中傷を誹謗したってなってますね。例えば、イタリアのベルルスコーニー、えー、首相は無能なのに虚栄心ばっかり強いとか、あ、そういうようなことが書いたんですけど、それを。 あのなんか暇つぶしに中傷したかのような報道ぶりになってますがそれは全く違いますねそうじゃなくてそこはさすがにアメリカ僕むしろよく分かってると思っててあの一国の運命そしてその国が大きければ大きいほどその地域とあるいは世界に及ぼすの影響あるいは定まっていく運命というのはその時の指導者の個性性格キャラクターによってすっごく左右されるんですよねだからあれは決して暇つぶしで中傷誹謗してんじゃなくて その例えばベルルスコーニーさんについてヨーロッパの指導者として本当に今日はやっぱり滑舌悪いですけど我慢してくださいねヨーロッパの指導者として失格だということ書いてあるんですがあのそれはあの要するに本当の実力を資格して全部飾ろうとする人がそのサミットに出てくるっていうのはあのどういうことなのかというのをですね 人物批評というよりはこういうキャラクターだということを踏まえなきゃいけないだからベルルス・コーンさんと約束してもそれが彼の自分を飾り立てる性癖と合致しなければ実は実行されなかったりしますよっていう重大なことをサジェスト示唆しているわけですよね。でしたがってその僕らのもっと最悪の総理であるところの鳩山さんと菅さんもそのどういうキャラクターなのかっていうのを。 もう一度言いますがその、暇つぶしのような、あるいはワイドショーの芸能の話題のような感覚じゃなくて、厳,厳しく、人を見抜く目として、僕ら有権者はやっぱり持つべきだと思います。